白石でございます。よろしくお願いします。毎年このように盛り上がるんです。はい、はい、そうですね。ちっちゃいつももつだよ。そうだ。足がね、痛いんですよ。そうですよね。うん、市長さんがカブトムシの持ち方を教えてくれる。それもないからね、なかなか。昔僕らが子供の頃はいっぱいいたんですよ。自宅のすぐ近くにもいっぱいいた。わざわざ虫取りに行くなんてことはなかったんですよ。もう夜になると虫が集まってきた。で自宅 あの街灯あたりに虫が来てるからそんで捕まえて、まあ、そういう時代でしたから、まあ、僕らの時は古い時代で。さすがですね。市を挙げてやってる事業ですからね。マジですごいなって感動して、このカブトドームもそうですけど、もうこれだけね、あの皆さん全員虫触れるわけですからね。本当にぜひ来てほしいです。ぜひ大勢の方においでいただきたいと思います。お待ちしております。7月17日から、こちらの方オープンしてますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは、カエトソです。2021年、ついに開幕します。開幕？何が？ムシムシランド2021年、また夏のイベントが開演します。見て、これ前回と違って新しくなったの。綺麗。欲しいわ。まあ紐で結んだだけなんで、帰り持って帰ってもいいですよ。そうですね。いや、いけない、ダメです。窃盗罪になるんで、はい。今年のね、テーマまた変わって、上りもちょっと新しいのが あったりするんですけれども、今日は実はオープン前の前日、7月の16日に来てます。結構バタバタされてるところなんですけど、タイタス実は今年タイタスの展示コーナーもあるということなので、早速ですね、中の方を、まあ、オープン前の現実というのはですね、皆さんにお見せしたいと思うので行ってみましょう。今年ね、吉田さんがワクワクをテーマにってこの前言ってましたから、ね、言ってましたね。行ってみようぜ、ゴー。引きなさいよ、早く。いや、もういいから持ってこなくて。いや、だって私を追ってくれないことだ。見てください、ムシムシの家。集まれ、ムシムシの森です。今年は、今年のテーマこれですね。そうですよ、コロナ対策でちゃんと検温とアルコールはバッチリですから。こんにちは。すごい。どうも、ムシムシランド吉田です。これやってどうなのって話なんで、はい、いえいえ、あの今日は私も一緒に、ね、一緒に見せていただきました。ちょっとすごい慌ただしい状態ですが、ちょっとびっくりだな。いや、ちょっとすごくないですか。去年と全然違うでしょ。え、違うところか。またこれすごいジオラマがすごいことに、ていうか足の踏み場がない。タイタさん、後ろまで気をつけて。あ、っていうかやばい。これね、緑の芝の上は一応踏まない、一つ現金。はい、ここが道路。これはやばいですよ。すごすぎる。ジオラマの数キッとしまいそうですけど、これがまだ完成じゃなくて、このジオラマはもっともっと増えてって、あとこの中にでかいのが入った。これ何ですか、この枠組み。ムシムシの森のメインの中心市街地中心市街地になる予定。これまだ開演の前日ですけれども、あの、これだけでもちょっとすごい、もう言葉を失うレベルですね。今年ね、テーマ、つまりムシムシの森なんで、森の中にしてそれぞれ虫たちのお家を作ってもらった感じな。ちらっとお見せしたいと思うんですけど、カメラマンさんやばいですよね、この水槽のレイアウト。
写してもらっていいですか。これ白カブトさんの家ですけど、すごいな DIY。 いやこれ白カブト階段壊さないか心配ですけど。ですね。ベッドありますよ、うんうん、だから今年はマットの代わりにベッドが敷いてあるという。そうですね、マットじゃなくてベッドですからね。白カブトここで休んでたら笑いますね。このベッドで休んでるところなんかに遭遇した人はぜひ写真撮ってくれました。台所があるで一応コンセプトもあって、これ白カブトだからアメリカンスタイルな部屋なんだそうです。あ、だからかちゃんと考えられてますね。今年もね、このテーマを決めるにあたっては、はい、放送作家の鈴木治さんに総合プロデュースいただいて、はい、この昆虫のお家は全部、はい、郡山にある国際アートデザイン大学の学生さんたちがそれぞれの自分の与えられた昆虫についていろいろ調べて、お家をイメージして作ってくれたっていう。すごいドールハウスですもんね。まあ、そうなんですけどね。このね、YouTube チャンネル見てる方で、これに生き物入れんのか、虐待じゃねえかみたいに思う方いると思うので、ちょっと付け加えると、実際展示する時間、限られた時間だけ虫さんをご出勤させて、で、あとはちゃんと夜はですね、全部回収して、ちゃんとした管理マットで管理して、餌をあげて、ここでももちろん餌を入れるんですけど、本当にね、これ展示用なので、これは本当なんて言うんですかね、インスタ映えみたいな感じでちょっと見ていただく形になっちゃうんですけど、生き物なんで本当に今、大田さんが言ってくれた通り、昼間ちょっとかわいそうな感じもしますけども、夜は、その分、ゆっくり休んでもらえる環境を整えて、でないと8月22日まで営業なんですよ。そうですね。途中でお亡くなりになったら大変なんで、全て貴重な昆虫ばかりですから。これ虹色ですけど、ちゃんと転倒防止のバーグチップと餌皿と、一応ね、まあ、ただこれほら皆さんね、水槽の中をイメージしますけど、ちゃんと虫にしてみたらこの階段であっても、うんうん、隠れ家には変わりないので、そうですね、問題ないと思うんですよ。でちなみに虹色って綺麗じゃないですか、はい、なので鏡なんかあって、世界で一番美しいのは誰、それはあなた虹色からの方よみたいなテーマらしいんです。馬車があるじゃんと、ね、現物はもっと素晴らしいですよね。ですね。当日ね来ていただいて見てほしいっていうのはあるので、まあ来るならね早い段階で来た方が綺麗に。確かにそれは虫さんがねこれ壊しかねないんです、うん、虫さんおしっことかもするので早い時期がいいですよね。いやちょっとネプチューンのお部屋すごいですよ。あれギラギラしてますけど、なんか追い灰が、追い灰が椅子です。足元にも間違えるので踏まないでくださいね。はい、大変だ大変だ。これすごい宝箱があって、これなんかボスカンナル鉄壁の城だって。いや鉄壁ね。あ鉄壁か。だからこの部屋のねコンセプトも学生さんたちが一生懸命考えてくれてるんで、読んでもらうとおーなるほどってなると思うんですよ。なのでちょっと時間かけて見ていただきながら。そうですね、これは本当に長い時間滞在できるぐらい楽しいですね。ジオラマもすごいですけどね。異色なケースが2つあります。そうですね、ちょっとこれ見てください。見せますか、どうします。いや見せましょうよ。見せますか。見せますか。見せちゃいます。あ大田さんに無理言ってプラス2部屋虫のお家作ってもらって、さっき納品してもらったんですよ。はい、熱い思いを。じゃあこちらです。いや映せって映せってこちらです。カメラマンさん、エイリアンから地球を守れ、ムシムシの森、ああお殿様に俺はなる。はい、え、ダメですか。ダメなんですか。どうしますか。はい、じゃあお願いします。ディディーン、ちょっと画像引いて遠くにしようかな。ちょっと近くで写してください。いや、これは、まあ、和室ですね。見てわかる通り。はい、これ何が入るんですか。え、ここにですね、黄金鬼です。ちょっとただその虫見せますね。こんがりますね。ここに入るわけですね。はい。黄金鬼クワガタ。苦労した点はお布団ですね。お
お布団と座布団を手縫いで作りました。あとこっちですね、エイリアン VS エヴァンゲリオンですから。コンセプト全然違いますけど、いいんです。いいの、いいの。いや、これ何があるんですか？これにはタランドゥスオーツヤクワガタですね。タランドゥス。タイタソタランドゥス。タイタソタランドゥス。なんならこのレゴブロックも自分で作ったんで。うん、レゴですね。はい。やられちゃってますね。はい、そうです。腰抜かしてる体ですね。あの戦う前に腰抜かしたっていうのがコンセプトですね。これなんか後ろの岩肌も一から作ったって聞きましたけど。ですね、そうです。あの石膏ボード買ってきて、あの着色から全部この木も全部自分で作ったんで、制作期間2つ合わせて2週間かかりました。エイリアンの後ろの岩肌一から、うん、そうです、私が全部作りました。これ片取って一から作ったらしいです、はい、吉田さんからタイタソコーナーあまり人来なかったよってこう言われるか、みんな写真撮ってたよって言われるか。そうですね、あのぜひ来た人は SNS に上げてください。タイタソそれ救われると思います。お願いします。あのこれあとね、これタイタソチャンネルの宣伝と、あと音楽ユニットタイチューの宣伝も入ってるんで、ぜひですね、タイタソはあの虫の人だと思ってますけど、本業は歌手なんで、そこよろしくお願いします。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そっちもね、こんな感じになりましたが、吉田さんどうでしょうか、創業は。素晴らしい。虫のこともちゃんと考えられてるし、もうね、ちゃんと転んでも起きられる。そうです。じゃあ水星昆虫見に行きますか。そうですね、吉田さんにご案内してください。そうですね、水星昆虫コーナー、あの田村市でこの間ガサガサやって取れたやつなんですよ。で特に嬉しかったのが、去年いなかったメダカが結構いて、うん、あ、メダカ、天然メダカ、しかもでっかいんですよ。かなりでっかいメダカなんです。いやこれいいな、天然メダカ繁殖させてほしいですね、うん、ただもう大きくなりすぎちゃってて、寿命があとわずかだろうっていう話なんですよね。ああそっか、うん、こんだけ大きくなってるのもそうだ。一瞬メダカじゃないんじゃないかと思うぐらいでかいです。そう、作った時に何だか分かんなくて、でよく見てもらったんですよ。そしたら間違いなくメダカだって。うわ、ヒレも長いしね、でかいな、でかいな、うん、でオスメスちゃんといて、ほんと卵産ませたいんですけどね。よかったですね。あ、天然メダカは貴重ですよ。ですよね。多分見たことない人もいるんじゃないかな、今の子たちは。うわすごい、こっちは、うわこれは虫のぼり。虫のぼり？虫のぼりって取れるの？いっぱいいるよ。虫のぼりって私見たことないかもしれない。いやでもこれ今すごい減ってるんですよ、数が、うん、だから田村市ってまだまだ本当に里山綺麗で水も綺麗でいるんだなっていうのを再実感してますよ、うん、昆虫じゃないんだけど、はい、後ろこれ結構こだわったの。お、赤原イモリ、うん、おー、すごい。でやっぱさ、赤原イモリさんはお腹の赤いの見てほしいじゃないですか。なので覗けるようにしました。あ、すごい、いいでしょ、下から見える、これはいいですね。だから皆さんもスマホのライト照らしてもらって見てもらうといいかなって思ってますよね。いやこれいいですね、これはいい。これは綺麗だ、これね、下から覗くスタイルはいいですね、うん、これは綺麗ですね、うん、みんな大好き水かまき。おー、3匹入ってるのかな、出して空気してタイタソチャンネルでもバズった、ね、いや、全く、ものすごい伸びた水かまき。いや、全く伸びなかったですね。めちゃくちゃ伸びたじゃない、全く伸びなかったっす。いや水かまきじかっこいいっすね。かっこいいな、やっぱお尻ね。実はあの今年は綺麗かわいいもサブタイトルになってて、うんうんうん、こういう綺麗な昆虫類もあの住所に展示してあって、だからね、どうしてもお母さんたち、子供が喜ぶんだけどお母さん気持ち悪いってことが多いんで、うんですね、あの綺麗な昆虫も展示しつつ、カブトムシドームの中もちょっとだけ工夫してあるんです、ね、まあ、ラインナップ見ましたけど、なかなか一つのお店で全部生きてるのを 見るのがちょっとね難しいようなものが一堂でここで見れますから。ですよね。今年は綺麗ってテーマで、うん、お花もちょっと次はなんかしてもらいます。
物もあるから。本当はここにオオムラサキの幼虫がいたんです。はい。ただ餌がエノキなんだけど、はい、ちっちゃくて食い尽くされてしまって、はい、あららら、残ったのが2匹だ。なんだと？今じゃあ棚にあるんですか？あります。どこにいるでしょうか？さあ見つけてください。私は見つけました。教えましょうか。もう、はい。ああ、わかんない。すごいでしょ。すごい、わかんない。え、マジでわかんない。あった。あった。わあ、全然わかんなかった。大紫、ね。ちょっと馬場屋にいてもわかんないかもしれない、ね。これがサナギだそうですね。午前中に放虫式。放虫式をやって、間違いなくここから奥に。はい。640匹離しているのにもうわからない。1匹はいない。どこに行かれたのかわからないですね。こっちはカブトムシゾーン。こっちに来たんだよ。涼しいからね。はい、くっついてますね。そうですね、ごめんなさい。ごめんなさい。いやー、これは楽しみだな。ね、去年とはね、ちょっと展示物も違くて、去年この辺にメダカいました。ウナギとかね、綺麗ですね。オサムシ、今年は餌の代も多いですね。はい、やっぱり密にならないようにあちらこちらで見れるように、はい、で去年まで餌の代がもっと茶色くてカブトムシの写真がいまいち撮れないですね。ああ、ちょっと白っぽいやつ、うんうんうん、よく撮れるよ。いいじゃないですか。いや、今年もなんかまた違った感じで見れるし、多分毎年来ても何かしらっていうかテーマが毎回違う。いや、去年と全然違いますよ。うん、こっちのドームの展示も違うから、はい、で去年見た人でも今年また楽しめるんですね。ね、楽しめますね。皆さんぜひ親子連れ、来てほしいと思います。もちろん感染症対策バッチリしてるので、今年も安心安全でムシムシランド開園していくということなので。そうですね、だってさっき上のレストランで食事したじゃないですか。はい、めちゃくちゃうまかったですよね。スカイパレス時和さんのね、お食事が大変美味しくて、そっちもちょっとぜひ皆さん食べに行ってほしいですね。そうですね、だってここで家族で遊んで上でお食事を食べて1人多分2000円でお釣りが来る。うん、しかも今年もリストバンドになるので、午前中ここで見てスカイパレスまでここから3キロぐらいなんで、ね、車で5分ぐらいかかっちゃうんだけど、でご飯食べてまた再入場大丈夫ですか。一日遊べますね。はい、でそのリストバンド外さずに阿武隈堂、田村下記念した阿武隈堂に行って、ムシムシランド行ってきましたって見せていただくと、入場料500円引き。これお得だ。で、阿武隈堂に入った人が食ってきてもらうと、入場のチケットの半券、小学生以下なんだけど、阿武隈堂行ってきました。お、偉いね。じゃあ、カブトムシ、プレゼント、メスだけど。やってます。やってる、いろいろ特典がつくってことですね。で、メスいらないっていう人には、オリジナルグッズ、どちらか選んでもらえるので、うん、ぜひいろんなところを回ってきていただくといいですね。皆さんぜひ、遊びに来てください。ムシムシランド7月17日から8月の22日までやっておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイチャー。完璧ですね。久しぶりなんでちょっと間違えましたから、ね、大丈夫ですよ。完璧ですね。ありがとう。